はい、つー、あき。今日はトークをしたいと思います。私は先週末、韓国の釜山に行っていました。すごい。ごい今回の旅の目的は、小学校2年生の甥っ子の海外デビューということです。えー 福岡とプサンは距離が近いので、船で3時間40分で行けるんですね。コロナ前の船だと、もうちょっと小型でですね、3時間で行けたんですけど、今は船が大きくなってえ、まあ豪華になってですね、時間は3時間40分になっています。私にとってプサンは15年ぶりだったんですが、結構都会になっていましたね。実はプサンはゆかりがありまして、私は起業当初、英会話で起業したわけではなく、 韓国留学のお取り継ぎでで起業してるんですね、えー、ここでちょっと今日起業についてお話ししてみようと思いました。よかったら聞いてください。えー、私はもともとですね、高校生の頃から国際協力の仕事に就きたいと思ってたんですね。もう熱い少女だったわけですよ。で、まあ、大学も国際関係学を学べるところを選んで、もう絶対そこに行きたいと思ってたんですね。で まあ京都の大学に行きましてそしてなんとびっくり入学したらですね私遊びほうけてしまって全く勉強しなかったんですねただ旅はよくしましたバイトしてお金を貯めては海外をいろいろ回ったりしたので、まあ、経験値としてはついたんですけどあの学問としては全然つかなかったんですねで就職の時期になって、まあ とりあえずその国際協力の仕事って何があって自分に何が向いてるかとか自分がどういうものにつけるかっていうのもその時には全然決まってなくてですねただとりあえず就職活動はしようと思って、えー、普通に一般企業のの旅行会社 JTB に入りました。ここは私が本当に何の準備もせず素の自分のキャラクターで受けて撮ってくださったので多分相性が良かったんだと思うんですね。JTB の3年間は本当に感謝してます。 まあなぜかっていうとやっぱりあそこで教育していただいたって思うので社会人の全ての礎をですねあやっぱり国際協力に関係する仕事がしたいなって思ってでもでって感じだったんですよね。でそもそも知識が足りないと思って私は名古屋の大学院に進んだんですね。今度は、まあ、結構勉強しましまたあの <laughs> でその後、一応こう東京のシンクタンクその観光系地域開発系のシンクタンクに行けるお話もあったんですけどなんかちょっと。 気が進まなくなっちゃって、結局私、沖縄移住したんですね。もう本当になんか路線から、あの、外れまくってるんですけれども、で、沖縄移住して、やっぱ沖縄からこう、地域開発を考えようみたいな、また熱いことを思ってたわけですよ。熱いというか青いんですけどね。で、まあ、結局でも沖縄で、その、研究職に就くことはできなくて、まあ、普通に営業していたという感じなんですね。まあ、沖縄自体には住みたく、 経験としては良かったんですけど結局こ,こ,このまま沖縄に住んでいてもお金も尽きていくし本当にやりたかった仕事ではないので一旦ちょっと福岡に戻って仕切り直しをしようと思ったんですね。 はてどうしようってなって、とりあえず、まあ、派遣でバイトを始めて、まあ、バイトしながら、まあ、それはそれで楽しいわけですよね。でそこでご縁があって、プサンの大学の先生と知り合うことができたんですね。そしてそこで、なんか君そういう国際協力とか、国際交流とかに興味があるなら、その福岡から、まあ福岡だけじゃないんだけど、日本から、 あの韓国語を学びたい人をこのプサンの大学に送るっていう仕事をやってみないみたいなことを言われてあじゃあそれでちょっとやってみようと思って募集とか昔ね旅行会社でもちょっとやってたのでまあな,なんか楽しそうとか思ってですねだからお昼間はそれで別のところでバイトして、まあ、片手間っていうかその副業として。 始めたんですよね。はい、そこからですね。ただもちろんそれで食べることはできなかったんですよね。あ、こうやって募集してホームページとか作ってプラン作ってお金いただいて行っていただいてっていう工夫にすると、こうやってこう回るんだ。みたいなことは分かってきたんですけれども、ただね。あの自立することはできないわけですよね。じゃあどうしよう？ってなった時に、今すぐ私のスキルでお金になるものっていうのが英語だったんですよ。 英語は教えれるなと思って、そしてそのプラスアルファで英会話教室を始めたんですよ、実は。だからこれはメインじゃなかったんですね。今はメインになってるんだけど。私、英会話教室を始めて15年になるんですけど、一番最初はやり方もわからないので、お昼バイトしてましたしね。夜だけですね、友達のアパートの一室を借りて、レッスンを始めたんですね。 で自分で作ったもうなんかつたないチラシをですね、近所に手配りして、そしたら何人か来たんですよね。あ、来るんだと思って、 でも最初本当にやり方もわからないので単価も安くてですね。こうやってこれぐらいのお値段でこれぐらいのレッスンをしたら生徒さんはこんな反応でこんな風になるのかみたいな感じでちょっとこう感覚がわかるじゃないですかで。そこから自分もだんだん学んでいって今度はもっと大きなところに事務所を移したんですよ。博多駅前に3つぐらいお部屋があるところに移してグループレッスンを始めたんですね。で、えー、ターゲットも,もう初心者専門って決めて初心者だけを集めるようにしたんですね。 はい、このねポジショニングっていうのがすごい大事なんですよ自分は誰の役に立ちたいのかっていうのを決めることなんですね結構生徒さん集まってきて忙しくいい感じに忙しくなってきて、えー、他の先生も雇用したりしてですね結構多い時は140人ぐらい生徒さんがいたんですねはいですごくこうにぎわってるんですけどただその時の悩みはですねにぎわってるんですけど会社の中にお金が残っていかなかったんですね今は体力がある あって若いからいいけどあこのままだと良くないなってちょっとうっすら思ってたんですよねそしてそこからまたターゲットを絞ったんですね初心者さん は変わらないんだけど、趣味として英会話をやりたいっていう方ではなく初心者さんなんだけど絶対に話せるようになりたい方っていうふうにターゲットを絞ったんですよねそしてコロナをきっかけに教室は閉めて今はインターネットだけになってるんですけどこの間にやはりそのターゲットですね自分がお役に立ちたい方の像を絞ったことでさらに商品も変わったんですね商品の中身も濃くしたわけですね でで単価も上げていったわけです。なので、まあ、生徒数は前より減ってるんだけど内容は濃くなってるっていうような感じなんですね。でこの起業の過程で面白いのが私が最初から英会話教室を張り切って始めたいって思ってたわけでもなくただその時韓国留学のお取り次ぎだけじゃ食べれないしバイトやめれないからですね、まあ、今すぐお金になるものっていうので英会話から始めたってだけなんですよきっかけに過ぎないんですね。 で、それがややだんだん育ってきて、最終的に今、この英語を教えることで人の開発になり、そしてやがて今これから、 もう少し踏み込んだところ、人と人、それぞれを繋いで、その人同士が教え合えるものを繋いだりとか、それをまた多世代、多国籍に広げていきたいなとかって、そういうことを思ってるんですよね。これ、もともと私が高校生の頃からやりたかった夢に、やっと近づいてきてるっていう感じなんですよね。で、あなたもですね、なんか企業っていうとすごい大掛かりなことに感じるかもしれないんですけど、はっきり言って、自分が持っているものを教えるっていうのは、あの、 失敗がないんですよ別に先にお支払いとかないしですね。うん、だって好み一つでできるから。だから今もしあなたが会社員でお勤めだったとしても空いてる日がありますよね土日とか。そういう時にちょこちょこ始められるといいと思うんですよ。絶対になんか学ぶことがあるしなんかすごく面白いと思います。でどう転んででいいくかかわらないので やったらいいんじゃないかなと思います。あと、今、人生100年時代って言われてるじゃないですか。その定年退職の後がまだ長いわけじゃないですか。で、この後、何するってことなんですよね。もちろん、何もせずに悠々自的に旅行に行ったり、ね、あの、するのもいいと思うんですけど、もちろんそれもいいと思うんですけど、やっぱりなんか適度に働くのって、すごく健康にいいと思うんですよね。脳にもいいし、やっぱ適度に働くって、このお金をいただくっていうことっていうの いいい意味でで適度に気を使うことじゃないですか。お役に立,立てないとお金っていただけないのでだからそういう適度にやっぱりそういういい意味のストレスですよねがある生活っていうのはやっぱり健康的なのでやっぱりこうお仕事って 続けるるとといいいんんじゃないかなか個人的に思ってるんですよね、うん。で、それを今まあ副業とかから始めておくとですねなんかこう退職後も楽しみなんじゃないかなそして一生続けられて元気はつらつなんじゃないかなと思うんですよねでここでなんか私には教えられるものなんてありませんみたいななんかそういうのって思いそうじゃないですかでもですねあのこれですねあのプロにプロと思わなくていいんですよ別に最初から。自分よよ。りでできない人ってい,っぱいいい人っってぱるんですよ あなたの中に、あなたが絶対に他の人にできることってあるんですよ。例えば、子育てをされた方だったら、その子供の育て方ですよね。子供の成績を伸ばしたとか、勉強しない子にどういうふうに勉強してもらうようにしたとか、なんでもああいいと思うんですけど、何かご自身の経験の中で、人に、 誰かの役に立てるんじゃないかなって、同じことで悩んでる人とかって絶対いると思うんですよね。それをお話しできるものが少しでもあると思うんですよ、絶対に。それってあなたのスキルだと思うんですよね。で、その得意っていうのがめちゃくちゃ得意である必要はないんですよ。それぞれに、それぞれのターゲットの方がいるんですよね。うん。例えば英語に関して言っても、ネイティブに習った方がいい方と、日本人のすっごいネイティブ並みの人に習った方がいい方と、超初心者に 根節丁寧に教えられる人に当たった方がいい方と、あとは厳しい先生が向いてる方と、そうじゃない方が向いてる方、それぞれターゲット違うんですね。うん、<laughs> そう。だから、あの、何も一律ですごくできないと、あの、教えられないとかじゃないんですよ。あなたが何かスキルや知識を授けられる方、教えてあげられる方をターゲットにすればいいだけなんですよ。万人を教えるわけじゃないからです。 ね、だからそういう意味では私はどんんな人にもスキルがあると思うんですよ。だってみんな、ね、社会人経験をしていたり、ね、子供を育てた経験があったりコミュニケーションの経験があったりまたそれをいろんな意味で克服してきた経験があったりとかもがいた経験があるわけじゃないですか。だから 何かしらスキルはあるんですよね。だからそれをまずは軽く空いた時間から始めてみたら、実は退職後もめっちゃ楽しいかもよっていうお話でした。はい、ということで今日はなんかプサンに行った話から熱くなっちゃったんですけれども、えー、Thank you for listening. See you next time. Bye!